鹿島川は千葉県中北部を流れる一級河川。利根川水系の最南端に位置する陰馬の前の最大流入河川である。鹿島川上流部俯瞰千葉市緑区の千葉市、昭和の森公園を水源とし北流する。近辺を水源とする河川は鹿島川以外に村田川や名場木川水系省、中川がある。土家駅周辺の住宅街を抜け、北総大地に、 典型的な幅狭の谷津でに入る。大網白里市にほど近い千葉市の東辺に沿って流れ、若葉区に入ると両岸に、あぜが形成される。北西へ進み、中田町にて波流してきた日向川を合わせると流量が増加する。若葉区大井湖町を過ぎたあたりから谷が開け、比較的広い水田地帯となる。やがて、若葉区、桜市境となり、谷あたり橋より、 桜市に入る。四街道市南部を水源とし、同じく市境を流れてきた並木川を合わせると、市境を抜け、北東へ進む。間もなく、八幡市から流れてきた八富川を合わせ、さらに流量を増やす。岩富橋を越えると西へ大きく曲がり、桜市、四街道市境となる。物井駅前の市街地にて、四街道市中心部から流出した小なぎ川を合わせ、 入り組んだ市境に沿って進むにつれ河川幅が広がってゆく。市境を抜けると、桜市中央部を干流、雨い、桜の漁師が一致を分断してゆく。寺崎で最大支流の高崎川と合流、京成本線橋梁にて桜川も合わせ、陰馬沼湾入部の干拓地となる。助倉橋付近より、河川幅が2倍程度に広がり、拡大の良い,いの流進橋付近で、 新馬沼西部調節地へ注ぐ。流路延長 31.8km のうち、新橋より下流 18.9km が一級河川に指定されている。桜市の中心河川であり、戦国時代から江戸時代にかけては東河川が高崎川と共に桜城の天然の外堀として利用されていた。河川名は追記種であった鹿島幹種の名にちなんだものであり。 鹿島山や鹿島台などの地名も残っている。夏の風物詩として、かつて毎年8月24日に先祖への供養を目的とした鹿島川流棟会が桜市経済環境部商工観光課の企画により実施されていた。おおむね2000期前後の灯籠が流され1万人程度を動員していたが、2000年の第39回以降実施されることはなくなった。 桜橋より下流型、改修により、河川幅が広がっている地点鹿島川は1969年3月まで実施されたインバ沼開発事業に伴い、支流の高崎川とともに、河川改修が行われ、護岸堤が築造されるとともに、現在の流路が形成された。その後1989年度より建設省主導でインバ沼の自然環境保全。 地水安全度の向上、水質浄化、新規都市用水等の確保を目的とした、利根川、インバ沼総合開発事業の実施計画調査が開始された。同時に、千葉県は、ふるさと川づくり事業として鹿島川、高崎川の調査を行い、歴史の町桜シンボルゾーン計画を立案。当該計画は、歴史と伝統の復活、自然保護や、 道路整備などの事業を包括するものであるが、その一環として高崎川の城南橋から鹿島川、川口までの約5キロメートルを対象に、橋梁整備や護岸工事、春節及び築堤の実施が進められた。一方でインバ沼開発事業以降流域の都市化は著しく進行した。特に支流の高崎川は桜市中心部を横断しており、 1991年9月に襲来した平成3年台風15号の水害では約23ヘクタールにわたる氾濫が発生。これを契機として鹿島川、高崎川に対する抜本的な河川改修が求められるようになり、同年度より2008年度までの予定で小規模河川改修事業として開始された。鹿島川は高崎川合流点より、 下流2700メートルを対象に、将来計画において、河川福百168から169メートル、河川断面781.4平方メートル、全体事業費130億円と設定され、川口の井野流人橋より改修が進められた。その後早期完成を図るため、都市下の進む高崎川合流点から、 京成本線橋梁までの900メートルについて1994年度より住宅宅地関連公共施設整備促進事業を導入。2000年11月には公共事業見直しの中で、利根川インバルマ総合開発事業が、利水について緊急性がなくなったことを理由に中止されたが、千葉県主導の河川改修は継続実施されることとなった。しかしながら、 用地買収の地帯や千葉県の財政状況の都合から事業完了予定は2013年度まで延期された。さらに、京成本線橋梁や鹿島橋の掛け替え等に莫大な費用を要するという課題があり、事業化から時間が経過していることから立体交差方法や設計の見直しなどの検討が進められた。 その結果、現段階での事業完了予定は2019年度となっている。ふるさと川づくり事業はこの河川改修事業が開始された際に一部変更がなされ、事業進捗に合わせて進めていく方針とされた。2002年3月には、歴史を移すインバ沼、文化を育てる鹿島川をテーマとした鹿島川、高崎川のふるさと川づくり基本計画が策定され、 設定した7つの課題ごとに、基本方針を設け、取り組んでいくこととされている。具体的には、堤防や河川敷を利用した、散策路、ジョギングロードの整備、インバ沼川口から、京成本線橋梁までの右岸を桜並木とすること、等が盛り込まれている。一時支流のみ上流より、木彩戸田橋より上流方一級、河川指定区間の終点。 新橋谷あたり橋付近渡戸橋より、上流方踏巻橋より、下流方上流より、木沙。桜市議会会議録平成12年2月,月定例会。桜市議会会議録平成4年6月定例会。桜市議会会議録平成5年3月定例会。桜市議会会議録平成11年11月定例会。鹿島川広域河川改修事業及び、 住宅市街地基盤整備事業。高崎川広域河川改修事業の事業再評価。桜市議会会議録平成13年12月定例会。桜市議会会議録平成14年3月定例会。桜市議会会議録平成17年9月定例会。桜市議会会議録平成21年2月定例会。桜市議会会議録平成25年6月定例会。 桜市議会会議録平成26年9月定例会、千葉県議会会議録平成7年2月定例会、第2日目、桜市議会会議録平成16年9月定例会、桜市議会会議録平成21年11月定例会。ありがとうございます。